いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのはローソンから2020年3月3日に発売された八天堂監修カスタードミックスフルーツ、本体価格341円、税込み368円、こちらをご紹介したいと思います。八天堂監修のミルキーなカスタードとホイップクリームを使用し、2つのクリームを楽しむことができる仕立てです。いちご、パイン、黄桃と合わさることでフレッシュな酸味とクレープの甘みが楽しめるサンドです。こちらご紹介したいと思います。というね、ローソンサンドイッチと創業昭和8年八天堂監修の商品です。カスタードミックスフルーツサンドということで、カロリーは1包装あたり275キロカロリー、炭水化物は 36.4g、糖質が 34.4g、 植物繊維が 2g の推定値となっております。こちら、調理パンです。こういう風になってまして、卵、小麦、乳成分、大豆、桃、ゼラチンとなっております。開けていきたいと思います。お、すごいよねこれ。こうです。ではいただきます。うん。うん。おいしい。もうね、ケーキみたいに。フルーツの贅沢のサンドですよ。またね、カスタードがまた合うね。もう完全にデザート感覚。いいです。いや、味は美味しい。ただ、341円か。税込みで368円。ちょっと、高いなって感じしちゃうな。確かにいろいろフルーツ入ってる人は美味しいんですけどね、ちょっと贅沢かなと思っちゃいます。美味しかったんで、ぜひこのミックスフルーツぜひ食べてみてはいかがでしょうか。はい、この動画が面白いなって方はぜひチャンネル登録、ご評価、カレンダーも見てくれれば、また喜びます。では。